ミスター千葉、俺らの永遠のライバル西村浩介さん、はい、いますね、はい、いますねいやこれどうしたら倒せんだって思ったじゃないですか、はい、思ったじゃないですか、まあ、まあまあ思ってますけどね、普通にさ勝負しても、うん、勝てないじゃんね俺らじゃん、まあまあそれは、うん、まあ分かりきってる、ちょっとニッチに枷をつけようかなって、それでトントンの勝負を繰り広げようじゃねえ、いや枷が2なんだけど、いやまあそうなんだけど、うん、いや今回は今回は1対1だよ、マジかよ無理だよ、いや終わりだ、修行だよ俺ら、修行ね、俺らの修行でもあるんだこれは、めっちゃ聞きますけど、めっちゃズルして勝ちたいよ、勝ちでいいの、それは勝ちとして記録になるもん、ズルじゃないルール、ルールなんで、ルールなんで、それではやっていきましょう、ファイヤー、突っ走ってんね、一人で、あ、そうだっすねそうだっすねそうだっすね、まず、制限の方を、うん、考えていこうじゃないかっていうことなんで、あ、まだ考えてない、まだ考えてないあ、俺らね、考えるいや、そうですね、あ、はいはい、オープニングいるわそう、食べにくくするとかってこと、まあそうだね、じゃあ、もう低周波の、うん、まあ、ベタだったらそういうことになるよね、だるい電気としました、電気ね、低周波です、あとはまあ、階段1往復は入る、ね、出たよ階段1往復じゃ別に勝てねえって、勝てます、勝てんな、まあ、勝てます、何をどのくらい食べるつもりなんですか、ちなみに、いや、でも軽いものです、マジでおにぎり1個とかな、あ、なるほどね、そんなもんなんだ、うん、なるほど、じゃあ水5杯か、やべえ水5杯やべえ水5杯がもう、その種目だ咀嚼禁止は入れてこない、入れんかいめっちゃボケでいったこれはもう食べ物と噛んで、うんうん、それの、ね、組み合わせによってもだいぶ、いや、そうなんだよ ね、 早速くじ引いていきましょう、はい、1回戦、はい、おにぎり、おにぎりね、まあまあまあ、出た、しようか、ほんで、うん、こっから、はい、西村さんが制限を引いていきます、あ、俺が引くんだ、うん、自主的に、そうですね、引きますね出たー、低周波、低周波ね、これはそこまで影響ないんじゃないか、なるほど、低周波は甘く見ちゃいかんよ、もうすぐもう口まで運べるかどうか、うん、まず俺が食うわ、わかりました、はい、そんなことなら大食いやりたくないんだよ勝ちでいいわけでいいそっちでチェック、うん、チェックしてく、おい、いけるー、あー、来てます、来てます、大丈夫です、大丈夫です、生きてます生きてます、それはあ、分かる分かる、これだっけ、うぇー、痛いよっしゃ、これはニッチでもワイルドでした、くっそここからスタートです。大丈夫ですか、はい、袋のままで。そうですね。はい。いきます。はい。位置について、よーい、スタート、いきます。頼みます。あで、あ、まあ、別にかわいそう
ソ汚いもん。クソ汚い。赤ちゃんの怪我じゃん。これやばいマジで。筋肉がさ、これやばいよね。縮むから、こうなっちゃって、握りずるし。おにぎり潰れちゃう。こいつすげえ、こいつやばいな。本当にごめんなさい。まあ、全勝しないとおかしくない。いや、まあそうだね。勝ち癖つけていこうぜって動画だから。嫌がっちゃった。盛り上がったのに、1回戦でもこんな盛り上がるとは思わなかった。順調じゃない？って感じは。喜ばないだもんね。うん、そうだよ。そうだよ。勝ってんだもんね。2回戦！はい。メロンパン。おぉ、メロンパン。1個食い切った方が勝ちです。わかりました。じゃあ。はい。電気はないってことだよね。ああ、多分、電気なしで。電気なしだね。はい。手使えない。制限やな。制限やな。違う違う違う。これ次の試合ちょっと重めのご飯ですよね。まあそうですね。ちょっとここも僕いきますわ。ああマジで。で最後の砦をお前がもうシュシュしてる。わかりました。この歌詞に行く。はい。いいですか準備は。はい。位置についてよーいスタート。いいよいいよ早い早い。ちょっと待って。あ、まだいけるまだいけるまだいける。向こうも半分ぐらい、向こうも半分ぐらい。えぇ、ー、すごすげえぞすげえぞすげえ人がいる。やばいよ。えずる、おい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 、燃えついてるぞ。いける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 。変な燃え方、おいおいおい変な燃え方するんじゃん。やばいやばい、すごい、いけるいける。おい、これ負けられないんじゃないか。あ、すごい。飲み込め飲み込めば終わり。すごい。はい。おーし。はい。すげえ。普通にすげえ。ニッチが。何？すごい。ただいまのタイム。トモヤ。はい。57秒。オッケー。おお、いいね。まあ続いてニッチが58秒。おお、ニッチ一秒差だった。あの満タンの口1秒飲み込んだの。危なっ。やっば。いやー、惜しかったな。よし、これで2勝だわ。これででもトントンか。3回戦、はい、はい、はいはい、ゆーわー、コンビニのね、そうセブンでのね、吉村アンドリーね。珍しいね。これは千葉がやるんだもんね。うん、そうやな。大将戦だ。そう、大将戦。はいはい。階段一往復。階段一往復で負けるよ。用意スタートで、日月階段一往復していく。で、負けんじゃん。どういうこと、何階段一往復。いや、だから、まあ、食う前に階段を走らない。一口一口食うごとにってこと。なるほどね。そうですね。そうやね。じゃあ、そう。一口に含む量ってこと。それは自由だけど、一回口閉じたら、多分もう一回。一回握れたら、階段。上がってこないと、その、二口目いけないみたいなことなの。なるほどね。すごいもん。まあ、そこは、自主性を重んじる。常識の範囲内。常識を重んじる。はい。オッケー、オッケー、頑張ってくれよ。ニッチはだから、階段に行ってるうちに、飲み込むくらいの。そう、飲み込んでたら、でもだいぶ、いいハンデなの。飲み込んでる間に走ってるだけだから。どうしたんだよ。ええわ。うなぎの時の、うなぎの時の精神手がそうだもんね。いいですか。はい、ちょっと大丈夫ですか。はい、いきますよ。ガチ本気出せる。聞きました、これ聞きました。気持ち入ってます。ルーティンね、芝のルーティン。髪耳に髪耳に集中するだけのルーティン。よっしゃー、はい、逃げる、いきます。顔がニヤニヤして戻せる、ある反対の感じです。います、いくぞ、よーいスタート。あ、すごい、まずいね。半分くらい上がってた。いけいけいけ、これいけるぞ、いけるぞ。油断はするな、油断はするな。あ、いけ、油断はするなよ。おい、もうなんかすごい食われてる。油断するな。あ、あと一口終わるぞ。油断するな、油断するな、油断するな。なんだこれ、油断するなよ。わからない、油断するな。おいおい、やられて、お前ここ終わるぞ。おい、何してんのお前。終わっちゃうぞ。おい、油断するな。まだいける。やばいやばい。なんだ。なんだこの映像。ピントも合わない。いけ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 。早すぎてピント合わなくなった。
やばい、すっごい早すぎてピント合わなくなった。はい、止め。はい。え、遅いでしょ。何してんの。どうしたの。負けた。お前負けた。お前負けたよ。負けたよ。嘘だろ。ただいまの記録、はい、57秒。俺、うん、いや、もう階段ダッシュしなきゃ30秒ね。そうだね。一番もうちょっともうリタイアぐらいの。お前さ、口に入れるのはいいけど、それ出して入れての作業だったよ。途中なんかもう入れなきゃって意識強すぎて、出た分一回全部出すよ。入れた分同じ、なんか口入れて出して口入れて出してみたいな作業してた。何往復？2往復？3往復？面白いな。面白いな。面白い。面白かったよ、確かに。途中笑ってたもんな、お前。なんか知らんけど。あれ、笑わないやつね。チャンネル登録ボタンを。押せ！